昇格 PO 大楽天負けた中青試合後ベンチで泣いてしまう。両チーム1人失敗して迎えたサドンデス7人目のうちのが痛恨の失敗。5-6となりデュッセルドルフが5年ぶりの昇格を逃し、ボーフムが逆転で残留を決めた。わお泣いてる泣かないで顔を上げて、一部に行けなかった男の顔だよく見ておけよ。さすがにデュッセルドルフ昇格と思ってたらボーフムの意地すごい。わおは責任取って文通続行か1人だけ逃げ出すのか。わおの泣き方、落ち込み方が、今までに見たことないような深刻な感じがするうつ病とか燃え尽き症候群とかにならないか心配。誰か青の心のケアをしてあげてほしい、本当に。PK 同行よりホームで3点取られてめくられる低たらくにフォーカスした方がいいんだ。うちのが PK 外した時に駆け寄ってこなかったからあまり仲は良くないんだろうな。ワオはやっぱ高いよね。400、500万ユーロでしょ。それならもうちょっと出して一部での品質保証付き買うよね。多分今年半額セールされると思うよ。デュッセルドルフがどこまで値切りするかまあ1億5000万くらいまでかな。これが J の法則ですわ。おどんまい。いつまでも2部にいる選手じゃないよな。日本の報道出たクラブから熱視線ってあったけど、オファーなくて絶望している様子。メディア向けのアピールです。こいつはそういうやつ。うちのにキレてそう。